ボージョックは、米国ルイジアナ州を拠点に活動したザリコのアコーディオン奏者、シンガー。本名は、アンドラス・エスプレ。芸名は、ケージャンフレンチで、とても大きな男という意味である。彼は、身長198センチメートル、体重120キログラムという巨漢であった。小さい頃に、体格の大きさから、そのあだ名がついたという。 1990年代のザディコ界に、彗星のごとく登場し、その巨漢から繰り出す存在感と、ロックやソウルを取り入れた新鮮なサウンドから、クリフトン・シェニエ、ブーズ・チェイビスに次ぐキング・オブ・ザディコの登場と話題に、なるも、1999年心臓発作により、急性した。彼の後に登場した多くの若手ザディコプレイヤーたちと、 ブルズーラトラディショナルなプレイヤーたちとの橋渡し的な存在としても、その存在はザディコの歴史に大きく刻まれている。ボージョックは1953年ルイジアナ州エヴァンジェライン軍のデュラルドに生まれた。親の代から伝統を引き継ぐケースも多いザディコの世界において彼の場合はザディコの家系ではなく、また幼少期にザディコに親しんでいたわけでもなかった。 空軍に所属した後、電気技師として働くようになったが、1987年に声優所で働いていた際に事故に遭ってしまう。一時的に下半身が麻痺してしまった彼は親の家で西洋をしたが、その際父親が若い頃に弾いていたボタン式アコーディオンを見つけ、弾くようになった。10ヶ月ほどの西洋の後、彼はルイジアナのザディコクラブに通い、 生のザディコに触れるようになったのである。その過程で出会ったのがブーズー・チェイビスであり、彼の存在は某の音楽に大きな影響を与えたのだった。1991年、妻のミシェルと共に自己のバンドザディコ・ハイローラーズを結成し、ニューオーリンズを中心に活躍するようになった。そして1九十三年にラウンダーレコードより、アルバム某ジョックブギでデビューを果たす。 同作収録のギブヒムコーンブレットは、強力なリズムとドスの効いた、ボーカル、ヒップホップやファンクの要素も取り入れたサウンドから、彼の看板的な曲として知られるようになった。1994年にセカンドピックアップ、オンディス。1995年には、ライブアルバムギットイット、ボージョックと順調に作品をリリースしていく。1996年のゴーナテイクユーダウンタウンでは、 王のシスコキットをカバーするなど、さらなるサウンドの広がりを見せた。順調に活動を重ねていた中、1999年9月10日、ニューオーリンズのクラブ、ロックンボールでのギグを終えて自宅に戻った王は、自宅でシャワー中に、心臓発作を起こし、そのまま亡くなってしまった。45歳という若さであった。 http://www.musicianguide.com/.biographies/.160-8004289/.beau-jocque.html ありがとうございます。